y イコールマイナス 4x 3乗、はいはい、プラス 2x 2乗、プラス 2x 2乗、はい、マイナス x 2、はい、プラス8、プラス8ですね、はい、の x 座標が1である点における接線、1における接線と、はい、でもうグラフを書かないという問題がありますが、まあ、この手が出たら fx と言ってやって f' x はって言っても微分したところで点数になります。マイナス 32x、事乗プラス 4x マイナス1になります。でこれを因数分解してどうのこうのとかいうよりもまずとりあえずこうします。で分かんないけどグラフとしては勘でこうなのかなって気がするのが分かんないんだよ、まあ、本当のことは分かんないんだよ。で例えば1だったんですよ。そしたらここは f1 だね、 f1 ですね、すみません言い換えました。これよろしいですか。ここが1だったら f1 だよね。 f1 はいくらかというとこ1台にすればいいから f1 はマイナス4たす2引く1たす8だからもうこんな計算やだな。いくらですかいくら 5? 5か。そしたら5なんですな。ということは5ですよ。そしたら1、5における接線を求めなさいということです。そしたらこの接線を求めなさいって言ったら例えば今までは一生懸命してたんだよな、こうやって x に x たす h でしてリミットってして h が0の、うん、まあ h 分の f の x たす h で fx してあるいは計算をするわけですね。もともとはこうなんですよ、こうこうなってるんですよ。でこれが結局 f'x ですけど、まあ、こういうふうに分かってるわけだから、まあ、ともかくここは1における接線だったら f'1 を求めればいいんだよね。そうでしょ、1を入れたところの傾きでしょ。だから1を入れればいいんだから f'1 はって言ったら f'1 はマイナス12たす4引く1だから答えはこれまたいきます。9マイナス9ということは僕ら失敗したんですね。これプラスで考えてみましょう。マイナスだったということですね。まあ、この辺は気にしなくて今一応こんな感じでやってみようということを言ってるだけであって実際のところはこれ大体僕間違ってるのはマイナス 4x3 乗だから本当は下りグラフだよ。でこっちなのかこっちなのかわからんよ実際は。でも例えば仮定の話でこれが1だったらここが1で5で傾きは、何マイナスマイナス9、1いってマイナス9のグラフだと。それもあと簡単ですね。簡単で y 引く通る点傾きかける x 引く通る点でできたんです。これだけです。わかりますか。いいですね。で括弧にははい、x 2乗マイナス 5x、 x 2乗マイナス何 5x、 はい、について傾きが3である接線。ああ今度は傾きが3って分かってるわけですな。だから x 乗マイナス 5x は多分僕らから見ても、 もうこんなそして傾きがこうあってそのうち傾きが3であるところを知りたい。1から3だから、まあ、こう来たらここかな、ここかなと。だから問題はこの点を知りたいですね。まあ、これ5じゃないですよ、今勘でやってますからね。だからどういうことかというとついてきてますか。ともかくこのこういうグラフがあって傾きはいくらでもあります。で 5は多分傾きが3だから3だからこれはこれ知りたい。そしたらまずいつものパターンで fx は x 以上マイナス 5xf'x は 2x 引く5だと。でそれの傾きが3である点の x を知る。ってことは 2x は8だから x は4だ。ってことはこの点は4だ。そしたらあとこれ f4 ですかね。 f4 あすみません。そしたらこれは4と f4 出たら4416と4520マイナス4ですね。このぐらい上がりますね。こうなります。そしてもう傾き3って分かってるから y 引く通る点と傾きが3で x 引く通る点これをバラすわけです。よろしいでしょうか。他に問題ありますか。ということで、
書いてください。